はあ、ホテルマンって買収するの大変だったな変なプライドあるし理解できねええっと2024号室だったっけあいたあいたやっほー元気してるなんて全然そんなわけないよね床でぶっ倒れてんじゃん <laughs> めっちゃ部屋暗いし床もアルミ缶でいっぱい。 い相当飲んだんだねうんっしょトリマー適当に座るねこの部屋喫煙禁煙ああどっちでも吸うけどさ <laughs> で何日間床で死んでたのどうせもう酔いなんか冷めてるよね すぐに酒なんて飲み尽くして、外には出られないからって、ずっと引きこもって現実逃避してたんでしょう。うまあ、うかつに、外に顔出すわけにはいかないもんね。今や君は、悪い意味で有名人。もう君を俳優だって言う人はいないだろうね。ねえ。清純派女優に無理やりした、犯罪者くん。ふ <laughs> うわぁ、怖いよー。犯罪者が睨んできます。私また襲われちゃいます。皆さん助けてください。こいつ立場が分かってないみたいだよー。<laughs> いい君はね、大人気女優である私を無理やり抱いた、頭がいってる最悪男なの。少なくとも世間はそう思ってる。 君もそれを自覚してるから、この部屋から出ようとしなかったんでしょ <laughs> だけど、こんなにビビってるなんて思わなかったよ。君の部屋を知ってるの、ホテルの総支配人だけだったもん。君、いくらお金積んでかくまってもらったの <laughs> でも残念。私の事務所の権力の方が強かったみたい。<laughs> え 何声弱々しすぎて聞こえないんだけど。<laughs> ん君を貶めた目的嫌 <laughs> だなあ。君が私を貶めて、恥ずかしめたんだよ。だって現場から出た注射針からは私の血液が出てきた。それって君が私を襲ったっていう証拠でしょ二日前には警察が発表してたよ。 それに、私の体には君の罪がこれでもかって刻まれてる。不景さんが私に同情しながら、一つ一つ調べてくれたよ。いい私が君を襲ったんじゃない。君が、私を襲ったの。注射器で気絶させて、無理やりね。でもそうだね。 ここに来た目的はちゃんとあるよ。実はね、さっき私、記者会見してきたの。多分、どの放送局もこのニュース扱ってるんじゃないかな。テレビつけるね。応援してくださってる皆様には、本当にご心配をおかけしました。そして、ママ、パパ、ごめんなさい。 こそ早くく記者会見を開くべきだと考えました彼の名誉のためにも彼は少し気が動転していただけなんだと思います撮影現場ではいつも彼は優しくって皆さんも彼の思いやりがあるところが好きだったはずですファンの皆さんや撮影現場で おいてくださいいお願いします清純な女優だって応援してくださった皆さん私はもう心から綺麗な人間じゃないかもしれないけどそれでも応援ねえちょっと勝手にテレビのコンセント抜かないでよ私の演技最後まで堪能してほしかったのに一世一代の名演技を。 でもこれで分かったでしょみんな私に同情するの今や私は悲劇の女優いや犯罪者を許した天使なのこの暗い過去は私をより一層魅力的にしてくれるはずだわ今まではただの清純派女優だったそこら辺にいる量産型のアイドルとひな壇に並ばされてイライラしてたんだよね でも私は唯一無二の魅力を持った女優として、これからはさらに輝くの。それに引き換え君はかわいそう。だって、君の人生、すでに終わったもん。もう君のことが好きな人なんて誰もいないんだよ。私以外はね。 ファンのみんな <laughs> まだ信じてるの <laughs> 君はおめでたいね。<laughs> じゃあ本当のこと教えてあげる。<laughs> 最悪な俳優。もうこいつが出演した映画のビデオ全部捨てる。まだ覚醒剤してる方がマシだった。今まで本当に最悪。<laughs> これが長年君のファンやってきた女の子のつぶやきね。 あの日までさ、アットマーク、ファン第1号とか書いてたのに、手のひら返しすごいよね。ちっとも君のこと信頼してなかったの。自分の信念なんかなくって、すぐにメディアに流される。ファン第1号が聞いて呆れるよね。<laughs> 他にもさ、このレベルの顔で俳優とか信じられないとか書いてあるよ。 彼女たち全然わかってないよね君の魅力は見た目じゃなくて中身なのにまあ見た目も私好みなんだけど君って世間体からして真面目って感じだったからその分裏切られたって思ってみんな君を叩くんだねあいつらは自分が裏切った側だなんて全く考えてないの。 <laughs> そんなことより私今すっごい DM の量だよこういう事件の場合って私の昇進につけこんでくる男の DM が多いのかと思ったけど意外と同情する女性の量も半端ないねこれだけの女性が君のことをいっぺんに嫌いになったんだね <laughs> 狙い通り私の評判はうなぎ登りみたいだよ なんか聖母とか女神様とかって言われてる。確かにテレビでの私の宣言ってイエス・キリストとかガンジーみたいに成人すぎたもんね。君の扱いはネットのおもちゃ。いや、ガラクタ。味がしなくなったらポイってされるだけ。ああ。俺の推しを汚すなんてマジで最低。国はこいつを終身刑にするべき。 <laughs> これね、今めっちゃくちゃいいねが多いつぶやき。他にもこれに乗じていいねを稼ごうとするヤジ馬が君を叩けるだけ叩いてるよ。こいつらは私のことなんか心配せずに君を叩くことしか考えてないの。やっぱり、今君を心配してるのなんて私だけだね。 本当の君を見ているのは、私だけ。<laughs> 君のアカウント乗っ取られてるじゃん。やっぱ、人間としてありえない発言ばっかされてる。絶対謝らねえとか、あいついい体だったとか。<laughs> これは世間は許してくれませんよ。<laughs> あらら、ごめんね、泣かないで。 ちょっとと私ひどいことばっかり言い過ぎたねでも勘違いしないでねこれは全部ネットの声社会の声国民の声私以外のみんなはもう君のことを犯罪者だって見下してるの本当にひどいよね実際に現場を見たわけじゃないのに <laughs> 私が慰めてあげるね いらないの <laughs> そうだねもともとは私の悪ふざけが原因だったねでもさ捜査を間違った警察もさ勝手に勘違いして君を犯罪者だって広めたメディアもさそれを信じたみんなも悪いよね本当に君は可愛いいなあ <laughs> じゃなくって。 かわいそうだなー <laughs> でも君が何を言おうとさ、もう君の味方は私だけなんだよ。ほら、私の胸でいっぱい泣けばすっきりするよ。どう私の美貌や体のぬくもり、全部独り占めしていいからさ。君も私の顔好きだったでしょ すれ違う男性はみんな私の顔を見て瞳孔が広いたわ。君も例外じゃなかった。私が君を求めてたように、君も私がずっと欲しかったんでしょ君の本能は私を求めていたはずだよ。ねもう自分の気持ちに正直になって。寂しいでしょ誰も君を分かってくれなくって寂しいよね。 でも私だけは君を分かってあげられる。私だけは君の味方。君の寂しさ、孤独感、全部私にぶつけていいよ。そしたらきっと満たされる。君は、この人生でもいいって、思えるよ。う、おっと <laughs> うん、いい子だね。 押し倒してくれてありがとう。男らしくてかっこいいよ。たとえ怒りでもいい。君から迫ってくれて、私とっても嬉しい。私、君と私の幸せのためなら、どんなことでもするよ。どんなことでも受け入れる。全部私のものだもん。 追い詰められて可愛い君の顔も、この前私を刻み込んだ君の体も、君の孤独も、何も信じられなくなった君の涙も怒りも絶望も、余すところなく私のもの。<laughs> 今までの鬱憤、ぜーんぶ、私を使って晴らしてね。